いています。はい、スケルター複数機における攻撃パターンについてですが、はい、スケルターがそれぞれ持つ武器の長所と短所ですが、複数攻撃システムなんでね。スケルターに搭載されている ICA を利用して最大15の標的を狙えるなり。そうなり?聞いておりませんでした。ごめんなさいです。私は分かってるなりよ。
つけます。私、ウェットプロープなんです。立派な兵器になるために生まれてきたんです。だから余計なこととか考えちゃダメだと思うんです。私や緑が怪我をした時に流れたのは赤い血でした。でもこれって本物の血じゃないんですよね。その血を体中に送り届けるポンプがこの心臓です。私の場合人工心臓ですけど、その心臓がたまにドキドキするのは心拍数が高い時だって分かってるんです。でも、激しい運動の時以外にもドキドキするんです。血も心臓も本物じゃないのに、いろんなことを考えたり見たり感じたりしてドキドキするんです。私、ウェットプロープ失格ですか？これって私の心なんですか？私みたいなウェットプロープにも心ってあるんでしょうか？でも、その心ってどこから来たんでしょうか？人工の体にも心って生まれるんですか？私が持っている心に値するもの？何にもないところから
人工人間は生まれないですよね。多分私たちの生体プログラムの核になる DNA か何かがあったと思うんです。私思うんです、私の心ってその DNA の持ち主のコピーじゃないかって。私の思い出というより生まれてきてからの行動は自分のものなのかその誰かのものなのかがわからないんです。会長のおっしゃる知識以外の何かもその人のコピーじゃないかって。なんでこんなこと考えちゃうんだろうって思うんです。前に隊長は教えてくれました。私にも思い出が作れるって、私だけの経験があるって。私嬉しかったです、私だけのものができるって。でもそんなことを考える私自身の心は、このドキドキは私のものなんでしょうか。でも私に心があっていいのですか。それに私ウェットプロップなんです。隊長のために立派な兵器にならないと。ありがとうございます。
永井くんのお誘いかしら。どうぞどうぞ。精神的な相談を受けることが多くなったけれど、私は精神科医でも相談員でもないわ。まあ、面倒見のいいお姉さんってところよね。ついでに言うと、彼女たちより女性としてはかなり先輩ってところかしら。そんなお姉さん的な立場からのアドバイスを聞きたいというわけね。もう、任せてね。彼女たちを救えないわ。船貝くんには彼女たちを立派な女の子に育てるという大事な使命があるんだから。私が思うにね、今彼女たちは不安と孤独に悩まされ、出口を求めて苦しんでいるわ。荒れ狂う不安という嵐の中、よるべもない少女がたった一人でそれに耐えているのよ。彼女たちには誰かの支えが必要なの。そう、それが船貝くん、あなたなのよ。そんな彼女たちを目の前にして、船貝くんは何か思わない？何かしてあげたいとか思わないかしら。長井くん、率直に聞くけど、女性と付き合ったことあるわよね。淡白とか冷血感とか僕年人とか言われたことない？まだわからない？外に連れ出して気分転換させてあげるっていうのはどうかしら。決まりね。結婚は明日、連れて行くのは一人だけね。長井くん、分かってる？デートなのよ。デートと言ったら二人で出かけるものでしょ。そうと決まればいろいろと根回ししておかないとね。障害はクリアしました。これで安心して二人きりで外出ができるわね。
心してデートしてきてね。ですか。今日は相談に乗っていただいて本当にありがとうございました。明日から頑張れそうです。課外授業というと外出訓練ですか。会長と二人きりですか。いいえ、何もありません。行ってみたいところ、了解しました。私も今来たところです。その前に会長と行ったところにもう一度行ってみたいです。ダメですか。よろしくお願いします。
隊長、人通りが多いですね。どうかしましたか？了解しました。あう、そうでした。わかりました、船貝さん。船貝さんのその言い方も変だと思います。うまく言えないんですけど、隊長っぽいっていうか先生というか、もう少し砕けた話し方をしてくれると。ないです。はい、かわいいです。見に行ってもいいですか？
前回は私たちが好きなところを見させてもらいました。今度は永井さんの好きなところに行ってみたいです。決めました。今日は船貝さんのそばにいます。船貝さんのことをよく知るためにも一緒にいることが社会訓練ですよね。ところに出かけてましたよね。何を考えてたんですか？それは前にもこんなことをしたことがあるとかですか？わかりました。船貝さんの言葉を信じます。一つだけ質問があります。これはデートというものですか？これは私と隊長の二人の思い出ですね。それではお願いします。そんなものを選んでると女の子にモテませんよ。これこれ、美咲に似合いそう。
ません。若いですから。でも楽しかったです。今日はありがとうございました。長井さん、いえ、隊長？隊長は、なんで私を誘ったんですか？デートというものをしたかっただけですか？私の外見が隊長の好みだったからですか？私、ただのウェットプロップですよ。人間じゃないし、会長の兵卒ですよ。頑張ってなくても、笑ってなくても、元気じゃなくてもいいじゃないですか。それに、これまでの記憶も、会長が知っているという私も、ただのデータなのかもしれないんですよ。そんな私に、なんでこんなことするんですか？同情なら結構です。私は隊長の隣を歩いちゃいけないんです。人形なんです。私って何ですか？市川凛って誰なんですか？私、自分で自分のことが分かんないのに、隊長のことを考えると胸がドキドキするんです。隊長のそばにいると嬉しくてドキドキするんです。私、隊長のそばにいたい、役に立ちたいって、今までならそれだけでよかったのに、なんでこんなことするんですか？私って隊長にとって何なんですか？
あなたは誰？私は素体番号02、コードネームリンです。ですが、私の記憶にあなたは登録されておりません。部外者の立ち入りは禁止されています。速やかな退去を要求します。